全米オープンはアメリカニューヨーク市郊外にあるフラッシングメドーズのユスタビリー・ジンキング・ナショナルテニスセンターを会場として毎年8月の最終月曜日から2週間の日程で行われる4大国際大会の一つである主催及び運営は全米テニス協会全米オープンのセンターコートアーサー・アッシュ・スタジアムの名前がある全米オープンの歴史は1881年に 全米選手権の第1回がアマチュア大会として開催されたことに始まる。出場資格はアメリカナショナルローオンテニス協会に加盟するテニスクラブ会員にのみ与えられ、男子シングルス部門と男子ダブルス部門が行われた。その後、全米女子選手権が1887年にフィラデルフィアクリケットクラブで開催され、1942年、 第二次世界大戦の影響を受けて5部門の会場をニューヨーククイーンズ区のフォレストヒルズにあるウェストサイドテニスクラブにまとめられ終戦後の1947年以降は各部門の会場が全米に散らばった。1968年全米選手権にプロ選手への開放を示すオープン化措置が実施され全米オープンが誕生した。この大会から会場が再び ウェストサイドテニスクラブにまとめられ、以降ご部門共催が続く。1975年、イレギュラーバウンドが不評であった天然芝コートが、ハ、は、ー、あ、トゥルー・グリーンクレーコートに変更された。やがて、年々増加する観客の収容にウェストサイド、テニスクラブが対応しきれなくなり、全米テニス協会は、会場の移転を決断。当時、協会会長を務めていたウィリアム・ヘスターの命を、 受けて、1977年にニューヨーククイーンズ区のフラッシングメドウにユスタ・ナショナルテニスセンターを建設。サーフェスもクレーコートからハードコートに変更した上で、翌1978年に会場を移転した。1997年、ユスタ・ナショナルテニスセンターに新しく2万人以上を収容できる世界最大のテニススタジアムが建設され、 全米オープン初代優勝者の名を取って、アーサー・アッシュ・スタジアムと命名された。1996年までセンターコートとして用いられたコートには、ルイ・アームストロング・スタジアムと名付けられた。ルイ・アームストロング・スタジアム2016年は、アーサー・アッシュ・スタジアムに開閉式屋根が設置され、8125人を収容するグランドスタンドが新たに建設された。また、 ルイ・アームストロング・スタジアムと古いグランドスタンドが解体された。2018年には1万4000席を要するルイ・アームストロング・スタジアムが完成した。2020年は COVID-19 の影響により無観客で行われた。太島現役。2020年現在、アメリカでは ESPN が、日本ではワウワウが放送している。2015年以降、ESPN が アメリカでの独占放映形を獲得。1968年よりシングルス決勝などを放送していた CBS は2014年大会を最後に撤退した。ありがとうございます。